おはようございます。中村玄孝です。今日もよろしくお願いいたします。ズバリ聞きます。検定、大会などにつきまして、基準はあるのでしょうかどのように採点しているのでしょうかどのような部分を気にかければよいのでしょうかよろしくお願いします。はい。ご質問いただき、ありがとうございます。 では、解説いたします。検定と大会の基準ですね。これは、はっきりとあります。どのように採点しているのか。これは、検定で言えば審査員がいて、大会では審判がいますね。この基準っていうのは、明確にはっきり決められています。まず、どのように採点しているのか。 これはちょっとショックかもしれませんが、一番簡単な表現をしますと、荒を探しています。これは言葉で言いましたら、例えば大会でしたら、10点満点の減点方式と言います。10点満点が与えられていて、ダメだったところ、荒があったところを減点されていきます。ですので、審判であったり、審査員であるということは、 性格的にもしかするとこれは、うん、言いにくいですが、荒探しの人になっちゃいます。ですから私は審判とか審査員ってあまり好きじゃないんですね。でも、大会で少しでも上位に行こうとか、検定で段とか球とかを取っていきたいという場合には、そのどこの荒を探されているのかを知った上で、対極権をしなければいけません。このちょっとマイナスに向いた考え方ってあまり好きじゃないんですが、 採点というのは減点方式。減点方式ということは荒探しということなんですね。ですので、減点方式ということは、なるべくミスをしないこと。減点されないようにすること。だから、大会とか、例えば検定に関してはよく聞くのがですね、動きや動作がちっちゃく狭くなっちゃいます。動くほどに軸がずれりやすくなってしまったりとかしてしまうので、なるべくその、 誤差をなくすため、動きを小さくすることによって、ミスを見せなくするため、ミスしにくくするため、というのがう、この採点の基準となっていると、まあ、小耳に挟んだことがあります。私は実際、えー、全日本の強化コーチでした。そうしますとですね、大会においての採点というのはちゃんと決められていまして、10点満点のうち6点が企画。 企画というのは例えば太極拳で言えばゴンブーこの足が膝が前へ出ていかないとかつま先が斜め内側に入っているとか足が重ならないとかあとは手の形がちゃんと丸みを帯びているかどうかとかあと拳ですね拳もちゃんと握られているかどうかこう握る拳もこのようになってしまったり何にもこう真ん中がね空洞になってしまっている拳とかたまにあるんですけどもこういう形ですね あとは姿勢ですね。対局権するときに胸を張りすぎていないかどうか。そしてお尻が出っ張っていないかどうか。こういうのが6点に含まれています。これも、えー、対局権を行う中で何回かそれが発生したとしても、だいたいこれは習慣性のミスとして、例えば0.3以上減、えー、点しないとか、そういう決まりがあるのですが、まず6点が規格です。そしてあと残り4点ありますね。4点のうちの2点。 これ今ちょっと違うかもしれませんが、ここは軽力強調と言いまして、ちゃんと足から前に押すときに向かって強調してできているかどうか、ちゃんと力が出ているかどうか。そして、あとの,の2点はコートの使い方であったり、そしてリズム感ですね。対極拳こういうふうに始まったけれども、そのリズムがずっと最後まで同じようなリズムが刻み続けられているかどうか。そんなことが原点対象となっています。 実際にはですね、この数年前、約10年ぐらい前でしょうか、ちょっとこの採点の方式が変わりました。なぜなら、次戦と言って、まあ難度と言ってですね、太極圏でもこう空中で飛んでクルっと回って着地したりとか、そういうのがあるので、規格が5点、6点じゃなくて5点になって、そして3点の演技レベル、まあ演技力ですね。 これが先ほどの4点に含まれているところがほとんど入ってきます。そして、5、3ですから、あと2点あります。2点が何度。例えば、ドンジャを高く上げることとか、空中、まあ、飛んでくるんと回って、180度とか360度とか、540度とか回るというような何度。こういうものが、ええー、まあ、対象になります。で、唯一この2点の何度だけが、 加点と言いまして、加える点ですね。これが成功するともらえるという点数です。ちょっとだけこれポジティブなんですね。それ以外の5点の規格と3点の演技レベルというのは減点です。減点対象です。ですので、対象として一番重要なことは、まず企画点は全部取りましょうと。正しい足の形、正しい手の形、正しい体の形ですね。体の、まあ、 お尻が出っ張ってないとかの形ですね。そういうことを行うのがまず5点。これは大会とかではもう上位の選手はこの企画点は5点満点は絶対です。そして3点ですね。3点の演技レベル。これが一番微妙です。これは審判によってその人の演技のレベルははっきり言いますと、これは採点基準ではっきり言いますね。好みです。 こういうものが良いとか、こういうものがダメっていうものではなく、好みです。もうちょっと言います。大会というのは特にですね、順位をつかなきゃいけないんですね。この大会のこの種目に出るときに、例えば10人が参加しました。10人の中で、順番を決めなきゃいけないんです。よく点数で 9. 点何とか出てますが、あんまり点数にとらわれることはなく、今回大会に出た中で、その人は何番目なのか、 それをつけています。これは例えば全員が企画点が5点だったとしたならば、ほとんどあと最終的に何を見ているかというと、演技レベル。演技レベルというのは、順番をつける中で自分の好みでこの人がこのぐらい、この人がこのぐらいっていうふうに決めているので、演技レベルほど曖昧なものはありません。こういうものが高く、こういうものが低い、あまりないんですね、実際は。 なので、大会の基準というのは、ちょっと曖昧だなって思うのがあるので、やはりこれというのはですね、人が見て採点するものなので、そこに本当は囚われるべきではないなと思うのですが、大会に参加する側としては、自分の得意なところをしっかり発揮して、それをこう見てもらう。そして、インパクトをしっかりと与えて、大会に挑むっていうのが、出る側、競技者側なのですが、実際に基準というのは、採点というのはですね、粗さがをされています。 中村の対極拳解説そして、検定においては、基本的に決め事があります。例えば、対極拳では先ほどの規格にあたる部分、えー、膝の位置がどうだとかですね、つま先の方向がどうだとか、いろいろあります。こういう部分に関しては、基本的に検定は決められています。そして、検定の場合は、大会で順番を決めるわけではないので、あまり好みも関係ありません。ですので、 なるべく減点されないように、動作は小さく狭く、失敗しないようにすること。まあ、検定はですね、失敗したとしてもいいと言われていますが、大会は失敗したら大きく減点されます。なので、検定は失敗してもいいけれども、決められたことをしましょう。特に一番よく言われているというのは、まず、検定の目的というのはですね、まず 健康に体極拳を続けられるためのものというふうに言われているので、膝を痛めないように膝が内側に入ってしまわないようにしましょうとか、あとは膝が前に出ていかないようにしましょうとか、そういうところは結構厳しいと言われています。そしてもう一つは体極拳の特色として、腰の高さをなるべく一定にしていきましょうね。動作によっては起伏してしまったり、そして動作が一定ではないということはスピードが変わってしまったり、 これはあまり検定としてはよろしくないと言われていると私は聞いていますので、検定に関しては企画は重そして失敗しても全然いいですよ。大会については失敗したらそれはもう順番を決めてますから、もうそこの部分で一気にガンと下がっちゃいます。し、あとは、うん、そうですね、演技のレベルとしては好みでつけられているのかなっていうことが結構多いです。こういう部分で大会というのは、 大会というのは作られています。ですのでどのような部分に気にかければいいのかまずは大会とか検定においては自分が得意不得意関係なく企画ゴンブーマーブー手の形体の形これは最も重要ですそして動作の方向ですねこれらも結構厳しく見ている審判もいますそしてその次に考えるべきはやはり演技レベルといって リズムであったりとか、経力強調といってしっかりと体が強調できているかどうかとか、そういうところも見られていきますので、そういうところに気をつけてください。で、実際にですね、大会に出るときに重要なことは、まあ、最終的には自分らしくできたらいいなっていうのが最終結論です。で、大会そのもの、大会の当日や検定当日に企画をしっかりやろうなんて考えられません。それは習慣です。 ですから、企画とかっていうのは基本的に言い換えれば、基本です。自分の体育会の基本がそこに出てるだけなので、初めて大会の時に企画だけ意識しよう、企画をちゃんとやろうと思っても、もうそれは遅いんですね。なので、普段から、普段の練習の時から、自分の、いわゆる無意識になるぐらいその企画をしっかりと自分の身に染み込ませて、身につけて大会に挑みます。 大会というのは基本的に何を大会しているのかというと順番を決める。検定はその決められたものをしっかり行うというだけです。ですので、検定と大会の基準。これは一番考えなければいけないことは企画。企画です。正しい足の形、正しい体の形、正しい手の形。これを行ってください。ぜひそういうところに 気をつけていただくと必ず検定もいい結果になりますし大会も一番大事なことは企画をしっかりやっていくことそしてその上に自分ではどういう風にそれを表現していきたいのか対極拳では大きくやりたいとかあとは柔らかくやりたいとかこう堂々としたいとかそういうものが演技のレベルっていうことになってきますぜひこれを意識してやってみてください素晴らしい質問ありがとうございました